このメイクは誰にやってもらったんですか。お母さんどこ。3秒見てもらってさ、2、1、はい、まあ、これゾンビも来て分かってるから許せるけどね。普通にこれ歩いてたら捕まりますよね。はい、皆さんはどういう仲間なんですか。20番台の人はこれで出るかな。はい、20番台、じゃあ行きましょう。じゃあ20番の方はいる。じゃあ21番ですから行こう。はい、ご安心ください。さあ、それでは、あ、ドラマの前で言うか。はい、じゃあ10番台、14、15、16、17、18、19番、19まで、はい、皆さんステージにいっぺんにお上がりください、どうぞ。はい、どうぞ、お上がりください。うわ、ここはちょっと、ここ、濃ゆいよ、皆さん、テレビ的には押さえどころでございます。はい、あ、いいですね、狙ってる感じありますね。はい、お上がりいただきましょう。じゃあちょっと後ろに並んでいただいて、はい、全員で、ね、13番から前に出て、あ、14番か、はい、14番、はい、14番なので、はい、どうぞ、はい、じゃあ前どうぞ。で、みんな寄って寄って寄って、はい、あの、この人を囲む感じで、うるらー、はい、じゃあカメラに向かって一回、うらー、いきますよ、せーの、うらー。では自己紹介を。あ、じゃあ最初に10秒 PR した方がいいのかな、もうなんか考えてるかもね。はい、ではお願いします。エントリー何番から教えてください、どうぞ。エントリーナンバー14番です。普通の高校生のゾンビを作ってきました。はい、だからむしろ狙うんじゃなくて、普通に高校、女子高校生がゾンビになったらっていう設定だよね。出来上がりとしては自分的には何点満点、100点満点中120。おー、なかなかいい感じで気に入っている、ね、写真撮った。はい、この後も撮影よろしくね。すごいな。すごいですよ。これ、あの、誰かに協力してもらったりした。あ、いや、結構自分でやります。あ、そうなんだ。あの、ほっぺのこの傷跡は、自分でやります。自分でやったの。こういうのってどうやって作ると、なんか YouTube とか見て。ゼラチンで。あ、ゼラチンで。はぁ、すごいね。いや、完璧です。はい、どうもありがとうございました。続いて15番。15番、はい、さあ来たぞ。さっき涼しいとこで一緒に、はい、ありがとうございます。男のとお名前からどうぞ。もう落ち武者なんで、もうこの辺で落ちてもう100年ぐらい過ぎる感じですね。というわけで住民税を払わなくていいという方でいらっしゃるんですね。生きてる間はどこに住んでたんですか。生きてる時は、まあ、この近くに住んでます。はい、年齢は生きてる時は40歳ぐらいですか。生きてる時は奥さんはいらっしゃったんですか。生きてる時はいないですね。あ、これからいる予定は、まあ、もうないかもしれないですよね。以上 PR タイムでした。どうもありがとうございました。落ち武者さんでした。あれ、いちいち拍手は忘れてるよ、みんな。いやいや、あとはもうね、呪って出てくるしか。歌もうまい。はい、じゃあ男、 PR をまずお願いします。はい、16番と17番です。お嬢様が、殺されちゃって、それの愛猫が一緒に殺されちゃいました。なるほどね。ごめんね、正確に言うと愛猫って言わずに、あれ愛病って言うんだよね。あの、愛犬は知っててもなかなか愛病って言える人少ないけどね。そうね、愛猫でいいやん ね。あ、かわいい。じゃあ、あの、お嬢様と、生きてる間のお嬢様と、はい、それから生きてる間の猫のポーズをカメラに持っていきましょう。はい、3、2、1、9。ああ、いいですね。でも猫っていうか、若干こう、じゃがあめ入ってますけどね。あ、かわいい、かわいい。お二人はどういう関係なんですか。長年のお友達です。あ、長年の。キャサリンです。花田区に住んでます。はい、今日テーマは囚人ゾンビです。囚人ゾンビね。プリズナーゾンビ。しかも、あの、ポイントはね、顔のこのファスナーなんですよ。
これおしゃれですよね。それとあのコンタクトね、はい、いやいいわ。これ誰のアイデアなんですか。頑張ってエロくしました。あ、頑張ってエロくね、はい、はい、かなりエロいですね。はい、ありがとう。ここを手に持ってるのは何でしょう。猫です。猫なんだ、はい、なんかしかも首だけっていうのはまたちょっとエロ怖くて。ありがとうございます。ありがとう。自分で一番気に入ってるポイントはどこですか。これガーベルトとファスナーです。ガーターベルトとファスナー、ね、ガーターベルトっていう瞬間にも5点マシンになってます。審査の皆さん、もう男性ばかりが審査員ですから ね、 はい、ありがとうございました。ありがとうございました。山明さんだと思うんですけどですよね。あ、いい感じですね。妖怪子です。僕はフラン・ケンゴです。あ、なるほどね。フラン・ケンゴと妖怪子。あ、妖怪と妖怪子、妖怪子、あ、妖怪の子供ね。はい、さあポイントはどこでしょう。ズバリ、そうですね、まあ、フランケンロックみたいな、はいはい、全体ロックみたいな感じで、はいはいはい、フランケンとロックを交えたのと、はい、あとお姫様、まあ、神父さんをですねイメージした感じで、はい、今日チミドリなんですけど、はい、一応あの、血塗られた花嫁っていうか真っ白のね衣装を今日のこの日のために。もっと前から3年前からいろんなイベントがあったらこれで、あ、というわけで使い回しの衣装ということが判明いたしました。またもし来年もやったら参加していただけますか。はい、嬉しいですね。大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。はい、そう、お母さんどこですか。あらまあ、ね、お母さん、これ衣装は手作り、あ、あるんですかこういうの。あれもので、いやだって髪のこのね、あ、それとね、ごめんね、ゆっくり後ろを見せてもらっていいですか。ほら、ちゃんと黒い羽が生えてんね。すごいね。この頭につけてるのも売ってるんですか。はい、ありがとう。照明向いてください。あ、売ってんのね。しかもこれ雲なんですよ、キラキラ光る ね。それとあのーはい、ゴールドのバラ、ね、かりんちゃんは気に入ってますかこの姿は。はい、写真撮ってもらった。じゃあ今から撮ってもらおうね。はい、将来の夢は何ですか。アイドル。わかる。アイドルわかる。ラウンド。清子の夜。清子の夜です。これで名前が清子だったら完璧ですね。はい、今回のテーマは普段着です。普段着。これが普段着だったらパジャマはどうなるんでしょう。ねえ、じゃあ普段この格好でメイクしてないだけって感じ。じゃあ今日はもうゾンビオークでメイクをちょっとしてみました。メイクのやつは誰が。自分でちょっとこの、え、 51? 私と変わらんやん。まあちょっと白髪具合が年齢一緒ぐらいかなと思ったんですけど。余計なツッコミないからね、お前の方が上やんけ。そう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 、若干ね、50もうすぐ3だけ、まあ、敬語で喋ってやろう。ちなみにお仕事は、微妙バサミを使ってます。高校の。そう、高校。あ、そうなんだ。部活とかやってるの。部活 やってないです。帰宅部か。はい、もう何年ぐらいお友達なんですか。5年です。5年。じゃあもうかなり、もう成人したこと。おー、あー、じゃあ、え、5年ってことは中学校の時から。結構の友達です。そうなんだね。今日のテーマは何ですか。朝起きたらゾンビになってました。朝起きたらゾンビになる。だからあの、まあ、いわゆる寝てる時の格好のまんま気がついたらゾンビだから、寝る前にいつも自分のお気に入りのねぬいぐるみとか抱っこしてるし、そういう設定ですよ。そしてあの足も、はい、靴脱いで、うん、リスペクト持ってきました。ステージは聖域だから。聖域だから、サンクチュアリだから。ありがたいですけど。ありがたいね。ごめんね、本当に俺も履いてるけどね。はい、じゃあ PR しますか。